この埼玉大会で今日優勝したチームとなんかエキシビジョンゲームをやらないかって斉藤さんから連絡来まして、 NBA に一番近い男がいるんですけど埼玉ナンバーワンが、おーすごい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 上げますね、大丈夫ですか。なんか試合出るんだけど大丈夫。特に女性の健康にはものすごくいいらしいですよ。何が、ごめん、何があるの。あ、あの俺の頭皮結構薄いんで、そっち、そっちじゃないだろ。Bコートはエラーを負けたら予選敗退だよ。わかりやすい。あれ、どうした、どうした、ちょっときつい。マスクしてたんで。あ、そっかそっか。ちょっと機嫌挟む、ちょっと機嫌挟もう。ってことで、じゃこの後、はい、はい、いや、今アップ大丈夫だよ、もうもうちょい先らしいんですけど、はい、あと21点だっけ、これ。そうです、2点を決めよっか。そうですね、2点、はい、あとはもうコントロールしてもらうよ、はい、あの、これやって絶対、あ、これやって、これやってこちらお願いします。 OK です、ありがとうございます。大合唱決勝戦、ラフボーラーズ対アルボラーダ U18、 アルボラーダ U18 が3人でここまで戦っております。
様です。お疲れ様でした。どうでしたか今日は。いやそうですね、全体を通してだいぶタフな試合が多かったですね。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。次試合だって、なんかもう間も開けずにすぐやるのかな。多くないですか、なんかこの感じ。バックビーターズは誰だ。ああ、ここか、ここか。いや、これは鶴田君だっけ。え、僕らの間に開けました。 A コードのビーコード、ずっと俺ここで出なかったのか。こちらの受け付けられないよ。強かったお前が。あの裏の動きっすよ、うん、NBA に誰も反応できなかったっすね。
6点差。でもいやそんなことないよ。あ、自分のこと言ったんですよ。あ、でしょ。そうだよ、うん、あのプレス、あの1個のプレス知らなかった。ありがとうございました。すいませんでした。ボロボロでした。一番うまかったんですよ。ありがとうございます。また、ありがとうございます。また一緒にやらせてください。はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。だから、それだからね、ちょっと作っちゃった俺。私は見て思いました。一番 NBA ちゃんときっちり決めて、え、キャッパーじゃなくてボールパフェで。そうだよね、マジで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう十分です、これで。ちょっと待って、もう引退したくないじゃない。